今日はね、この刈原駅のコツについてお話ししたいと思うんだけれども、こういう動画を撮ろうと思った理由が、俺結構入札の建設会社さんとか、その入札の草刈りに応援で呼ばれたりするのよ。でそこに行くと丁寧で早いと、早くて丁寧だというふうによく言われるのさ。でそうかなって思ったんだけども、確かに他の人の買ってるのを見れば、ああ虎刈りは多いなとか、であとやっぱ俺は早いなっていうのは分かったのだ。比べてみてね、いつも一人でやってるか分かんなかったけれども、入札に入れてもらって、その作業をやらせてもらって人と比べるようになって、で、あ、やっぱり俺早くて、まあ、丁寧な方だなと思って、じゃあ何が違うんだろうというのを今年1年つか1シーズン 1ヶ月か草刈りやって、分かったんで、そのお話をしようと思いました。で何が違うかっていうと、基本的に草刈りが、遅いとか、丁寧じゃない、虎刈りになるっていう人は、まず基本的にまず一つはこの回転あるじゃん、この回転で刈るんだけれども、この回転だけで切ってるっていうのがあるのね。この回転を上げてゆっくりスーって撫でるようにやってるのね。まあ要は何て言うんだろう、このノコギリみたいなもんでと思って、この回ってるのに草を当ててゆっくりゆっくり刈ってるんだけども、それだと草はまず綺麗には切れません。どうするかって言えば、刈り払うんだから、これ刈り払うだから、グッと、まあ振りだけ見るとこれをグン戻してグン戻してグンっていう風に振る必要があるのね。その時に振らないでゆっくりスーってやるとのと、セッてやるのでは切れ方が違います。でその切る時も、ここの1/4、こうやって持ってる時ね、こうやって持ってる時に、ここの自分から見て使ってる時、こう見て左側の前の1/4、ここが一番切れるところだから、ここだけを当てるようにスパッと振る。でその分だけ一歩進んで振る。これが一歩が大きすぎると虎刈りになっちゃうわけで、だからそこ欲張らないで、でもこの振りを入れるっていうこと、これが大事だ。本当にさ、丁寧、ゆっくりだけれども、まあ丁寧だなっていうか、まあ一人見たのは本当にこれを回転でゆっくりスースーってね、そうするとこの草柔らかくて切れねえじゃんって言うんだけれども、そりゃ振ってないんだから切れないよねって、この回転を十分に回した後にスッっていう風な切り方をしないと綺麗にはいかないわけ。でも俺が言ったやり方、スッって切るってやり方は一つ問題点があって、地面って平行じゃないじゃん、山があったり僕があったりするじゃん。じゃあその時どうするのかって言ったら、それもうね、長年の経験、俺も10年ぐらいやってるから、一人でさ、あの草の生え方を見て、あ、ここ土の、いや僕はあるなって思えば、ね、僕があればね、僕があればスッって刈るのよ。こう来てスッってね、その地形を一瞬で見抜く目と感覚、これが大事。これが俺あるから、あった上でこの振るっていうことを知ってるから早く進めるね。だから振るからよく切れるから早く進むし、地形とか見て分かるから引っかかることもなく、スッ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 と行ってしまう。さらに振ってるから綺麗に刈れるっていうことで、またもう一つ、これをね使うときみんなよくやるのが、ね、腰だけで振る人、この腰だけで振る人ね、この腰だけで振ると腰痛めます。だからこれはダメだから、やるんだったら足で振る、足で、ね、ちょっと声入らなくなると思うからよく見てほしいんだけど、この足でスッスッスッ、足に体重を乗せて腰部分は固めた状態で、足の体重移動でね、全体を振る。だからそのみんな腰痛になる部分あるじゃん、骨盤から上で、まあ、へそのあたりだよね、そこでねじるんじゃなくて骨盤を持っていってそれで振るね、足で振る、骨盤を動かして振るっていうことをすると疲れにくいんで、それでまた俺はさささっさと行っちゃうし、体も痛めなくて休憩も少なくて済むしっていうことで、やっぱ早く
丁寧にやれてるという評価をいただいて、足腰引っ張られるのよ。ね。本当に。で、まあ結局そのほら、今喋った体重移動の足の振り方っていうのは、俺ボクシングやってたから、ボクシングの動きが、もう完全にね、その体重移動なのさ。体重移動。右足に乗った体重を前足に乗せてグッ、こうやって打つっていうのがあるんだけども、その動きと、まあ似てるのよ。ね。あと言うと、うん、まあそうだね、ボクシングだな、その動き、野球のバットを振るみたいに、バットも後ろに振りかぶって前足に体重乗せてっていう、そういう動き。だから、このへそから上、ね、このへそから上をねじるような動きではなくて、足から、ちょっと離れてもう一回見せようか。よいしょ。ちょっと仮払い機なしで、ね、仮、この足の動きで、っていう感じ、まあ、っていう感じと実際に、ね、一緒にいて見て教えられればいいんだけれどもね、この上半身だけで本当にねじると腰痛を痛めて休憩が必要になってくるし、それで1ヶ月2ヶ月っていう連続して作業することは難しくなってくるんで、まあ、休憩多くなればそれだけ遅くなるし、でもかといって振らなきゃいけないからって上半身だけでへそから上だけでギューってやると腰痛めるんで、その骨盤ちょっと下げるか。ね、足元見せよう、近くで。よいしょ。この足、仮払い機をこう持って、どっちでもいいよ、どっちでもいいんだけども、ね、こっちがな、基本、こっちでやったりもするんだけども、ね、振りました、右に乗りました、左に乗せました。この動きで草を刈る。逆の足だったら、ね、振りました、戻しました、振りました、戻しましたっていう、このね、足の動き、ね、みんながよくやるのは、このここだけで、くっ、くっ、これやると本当にね、腰にくるんで、やめた方がいい。だから、体重移動で振る、この骨盤で動かす、これがボクシングの動きなんだよ、ドーンと、ね、スッ、この動き、ね、まあ、あと野球のバットとかで、グッ、ほら、ここで振るのよ、バットはグッ。この動きを体得すると、早く動ける。ね。この刈り方、逆でもいいよ、逆でもいいから、どっちでもいいから。ね、両方やると疲れがね、分散するから、右も左も両方使って、どっちかを休ませながらやる。この骨盤の動き、ね、この動き。これボクシングでサウスポーもオーソドックスもどっちもできるから、ね、この動きで草を刈るっていう。ね。疲れた。まあ、とりあえずそういう体幹を固めて、要するにこの上半身のこの辺を固めて、この辺を上下分離させて動かすんではなく、体全体で刈るっていうこと。まあ、これ難しいけど、これができることによって、随分作業スペースじゃないや。いつも間違うんだよ。作業の場所じゃなくて、作業のペース、速さだから、作業のペースが上がっていきます。で、まあ、振り返り。よいしょ。ね、おさらいになるけれども、仮払い機はこの回転プラス、振りで切る。ここの4分の1を狙って、ここの4分の1だけで切る気持ちで、スッ。で、戻して、スッと切る。ゆっくり。ね、なんだろう、バリカンみたいにこうゆっくりガーじゃなくて、サッと切る、ね、ゆっくりスーじゃないよ、スッと切る、思い切りよく。あとは地形を見る目を養うこと、草の生え方とか、ちょこっとずつ進みながら見ていけば地形の形っていうのは見えるから、欲張って進めば、トラ狩りにもなるし、その地形を見誤ってダフって、機械を壊すことにもなるから、少しずつ進みながら地形に合わせてスッとやっていくっていうことが大事になってくる。で、そしてちょっと難しいけれども、その体重移動を使って、へそから上の上半身をねじるんではなく、下半身の骨盤を動かして、草刈りをする。これをすればね、随分早くやれるんで、丁寧にやれるんで、ぜひやってみてほしいなと思います。この体重移動がね、どうしても難しいから、とりあえず、へその高さ、まあ、肩と、骨を言うとね、ちょっと下げるけれども、肩と、この骨盤のここを一緒に動かすイメージ。ね、こういう動き、こことここ一緒に動いてると。それで動かすと骨盤で動かせるようになるから、ね、こことここを一体で、
動体させて動かすっていうやり方を体得してもらえれば、ね、体で覚えるしかないんだ、これはな。あの草刈り早くなるし楽になるし腰も痛めないんで、いいと思います。これを覚えるためにボクシングやるのもいいし、この体重移動のこれを覚えるだけでボクシング強くなれるから、本当に全然違うから ね。俺高校生の時これできたから結構、まあ、相手ね RS で倒したりとか倒したりとか試合を終わらせたりとかもできたと思うんで、ボクシングやれば分かる。野球でもいい、ボールを投げるのでもいい、同じここ肩と骨盤を一緒に動かすっていうことを気をつけてやれば、うまくいけると思います。今年1年間いろんな人の草刈りを見ながら自分はどう違うんだろうなっていうのを考えて、草刈りのコツをお話ししました。で最後に言っとくけれども、まあ、カバーついてないのは見やすくするために、ここででかいカバーついてれば顔に当たるから、ここはまあ大体いつも気をつけてるからだけども邪魔だから外してます。つけてないと結構、ね、文句くる方あるからね、わざわざ外してるの説明するためにそれだけだから、まあ、とりあえずこの回転だけで切るんではなく振りで切るんだと、刈り払うんだと、払わないとスッと切るっていうこと、それとあとは地形を見やよくばって進まないで、地形をよく見ながらスッ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 と進んでいく、そして体幹を生かして骨盤で左右に振って、体重移動で左右に振ってやっていけば疲れなくて早く進むよっていうことです。この何点、1点2点3点4点か、ね、気をつけて、振ること欲張らないで、地形をよく見るで、体幹を使って骨盤で振るっていうこと、この4つ気をつければ、うまくできると思うんで、安全に早く丁寧にできると思うんで、ぜひ、ね、そういうところを意識して草刈りやってみてほしいなと思います。参考になれば幸いです。